宇宙実験観測フリーフライヤーは科学技術庁宇宙開発事業団文部省宇宙科学研究所通称産業省新エネルギー産業技術総合開発機構無人宇宙実験システム研究開発機構が共同で開発した回収再利用可能な宇宙実験観測システムである。現在は東京上野の国立科学博物館にて 展示公開されている。再利用可能な宇宙実験観測装置を打ち上げ、回収することによりそのコンセプトの有効性を検証すること及び軌道上での各種実験と観測を目的とした。国立科学博物館で展示されているスフ1995年3月18日に H2 ロケット3号機でひまわり5号ともに種ヶ島宇宙センターから打ち上げられた。 打ち上げは本来2月1日に予定されていたが、スフの RCS 用燃料の一部が内部リークするという不具合により延期されていた。打ち上げは成功し、高度 330km の軌道に投入された。太陽電池パドルを展開し太陽思考姿勢を確立した後、衛星本体の軌道変換スラスタを用いた5回の軌道制御によって5日かけて、 ミッション高度である高度 486km まで上昇した。回収は1996年1月13日にスペースシャトルエンデバーによるミッション STS-72 で行われた。フレキシブル太陽電池パドルの折りたたみが不完全であるという不具合が衛星側に発生したため、太陽電池パドルはコマンドで分離して軌道上に投棄された。 衛星本体は若田光一の操縦するシャトルリモートマニピュレータシステムにより回収され、1月20日に地球に帰還した。スフはスペースシャトルで回収することで再利用可能な人工衛星として開発された。似たような構想の宇宙機には欧州宇宙機関の揺れかがあるが、こちらは打ち上げ、回収ともにスペースシャトルで行う点が異なる。 軌動上運用は3回行う予定だったが、スペースシャトルの運用飛行等のため、一度の運用で計画を終了した。スフの設計は、以下に挙げる2つの理由から特徴的なものとなっている。1点目は、当機が多目的の再利用型宇宙機を目指したことに、ある。そのため、実験機器の搭載や乗せ替えを効率よく行うことが、できるよう、モジュール化されている。 全体として八角形の機体内部は八つの区画に分けられ、この内六つが実験用スペースとして顧客に貸し出される。計画段階では将来的な顧客として宇宙に不慣れな任意の団体が想定されたため、機体には堅牢さと柔軟性の双方が要求された。二点目は回収時にスペースシャトルの一部となることである。回収ミッションは友人であるため、 機体にはそれ相応の安全性が要求された。信頼性の確認には、機体を数学的にモデル化し、コンピューターを用いてシミュレーションするという手法が取られるが、当機においては、数学モデルの徹底的な検証が要求された。また、推進剤に使うヒドラジンは、猛毒のため、燃料漏れを防ぐための様々な対策が施された。 特にヒドラ人の凍結、誘拐時の体積変化による配管破裂を防ぐため、大円配管の採用と、シャトルからの電力供給による保温、シャトル全体の姿勢制御による燃料の拡販という三重の対策が取られた。運用についても特徴的なものとなった。運用は主にアイセスが担当したが、回収ミッションのために、ナスダや NASA の地上局と相模原市の宇宙科学、 研究所にある運用センターを回線で接続する必要が生じた。そのため、ユニックスベースのスフ専用の運用システムが新たに構築された。ありがとうございます。